愛知9区の長坂康政です。私の地元は繊維産業で発達をし、そして今は自動車産業や航空宇宙産業もあります。ただ地元は海抜0メーター以下、これ日本一の面積がありまして、山手線の大体、3倍ぐらいです。ですから事前防災、私のライフワークです。麻生会長が自民党の政調会長の時にお世話になって、水耕門というそういったものができました。本当におかげさまで、地域を守ることができます。そして何よりもこの5年間、私が立候補しようと思った時は地元の工業高校を卒業しても就職先がないという本当に暗い時代でした。だから私は明るくしたい、暖かくしたいということでピンクをイメージカラーにしています。麻生会長はおしゃれで、そしてアベノミクスを支えるその姿をしっかり私たちも一緒になって頑張っていきたいと思っています。